ドミニク・ドレクスラーは、ドイツノルトベストファー練習帽に出身のサッカー選手。ツバイ・テリーがシャルケル A4 所属。ポジションは MF。旧西ドイツの元首都、ボン出身。地元ボンには、プロサッカークラブは存在せず、アルマニア・アーヘンなどのアカデミーを経て、バイエル・レバークーゼンのアカデミーに入団。2009年に B チームに昇格し、2009から10。 シーズンは25試合4得点を記録。しかし、トップチーム昇格までには至らず、翌2010年に FC ロートバイスエアフルトと契約。これを皮切りに、SPVGG グロイターフュルト、VFRR レン、ホルシュタイン・キールなどでプレー。2017から18シーズンには、ホルシュタイン・キールの主力選手として31試合に出場、12得点11アシストを記録。 チームをドイツ分で3が一部昇格プレイオフに導いた。2018年7月1日、デンマーク一部の FC ミッティランと契約。しかしホルシュタイン・キールでの活躍が目を引き、ドイツ分で3が一部の1、FSV ・マインツレーごと1、FC ・ケルンがオファーを出し、最終的にはドイツ分で3が2部に降格することになったケルンと契約を結んだ。 2018年7月20日から2022年6月30日までの4年、契約。ケルンでの初シーズンとなった2018から19、シーズンでは33試合に出場し9ゴール18、アシストを記録。攻撃の主力選手として2部リーグ優勝と、ドイツブンデスリーが一部復帰に導いた。2019から20シーズン開幕戦の VFL、ボルフスブルク戦で、 ブンデスリーが一部でのデビューを果たす。続く8月24日のポルシアドルトムント戦では、先制点となるブンデスリーが一部初得点を記録。2019年12月19日のアイントラハとフランクフルト戦では、0から2の劣勢から同点に追いつき、迎えた後半36分に勝ち越しゴールを決め、4から2の大逆転勝利に導いた。2年間界に低迷する中、 トップリーグ残留に貢献。2021年7月21日、シャルケレイオンと2年契約を締結した。ありがとうございます。